聞こえてます。あなたは狙撃手ライルコ・ローディですね。ああ、隊長はもう僕たちの資料を読んでくれたのか。本当に光栄だよ。まさかあの伝説の英雄ブローニャに会えるだけじゃなくて一緒に戦えるなんて。あ、びっくりした。急に大声を出さないでくれよ。さっきまでずっと黙ってたのに。今度は声が小さすぎるよ。ああ、怪物の声で間違いないよ。言い忘れていたんだけど、僕たちがセントフォンテーヌに到着してすぐ不明生物に歓迎されたんだ。はあ、なんというかこの数はさすがに。ティミドちゃんがいなかったら僕はもう華々しく戦死していただろうな。サンキュー、ティミドちゃん。僕の代わりにあのクラゲを倒してくれて。わかってるよ。安心して、弾は外さない。もうすぐ弾切れになりそうだけどね。ブローニャ隊長、はじめまして。必ず任務を完遂します。ティミド・クート隊員ですね。通信電波は良好です。大声で話す必要はありません。はい、包囲されたんです。ライラさん、エゴ射撃